コンゴ共和国は、隣国である、コンゴ民主共和国、TRC、コンゴ近社さと密接な音楽的つながりを持った、アフリカのネーションである。コンゴ共和国は、旧フランス領であり、コンゴ民主共和国は、旧ベルギー領だった。コンゴにもサブサハラアフリカ音楽の伝統があり、また、人口比ではコンゴ48%、サング派20%、 ウボチ12%、テケ7%、ヨーロッパと、その他が3%、コンゴの人口はアメリカ合衆国のデータでは、約449万2000人である。コンゴ民主共和国で生まれたポピュラー音楽である、スークースは国境を越えてポピュラーであり、ニノ・マラプや、ジャンセルジュエススーのような両国のミュージシャンは、この地域全体を、 流動的に移動してよく似た様式の音楽を演奏している。ブラザビルは1990音台後半の危機まで主要な音楽シーンを要しており、スークースと他の今後のポピュラー音楽の様式の発展に不可欠の役割を果たしたバントゥースデラカペタルのようなポピュラーなバンドを生み出している。ヒップイコールホップグループのビッソなビッソもまた今後出身である。 コンゴ共和国の民族楽器には、シロフォンとマベットが存在する。マベットは、ツイターンアイコールハープの一種であり、アフリカ、アジア双方の別の場所でも似たような様式が散見される。マベットは一つまたは二つの表単を共振器として、長い管から制作される。スークースは、コンゴ民主共和国のポピュラー音楽と密接な結びつきを持っていたが、 金ャサとブラザビルの二つのローカルなシーンでの初期のスークースの発達は非常に重要な役割を果たした。両都市ではアメリカのオーケストラスタイルが伝統音楽やジャズに影響を受けたルンバを演奏した。スークースはこのような様式の混合から生まれダンス音楽として1950年代と1960年代に多数の異なったオーケストラの間で ポピュラーとなった。ありがとうございます。